とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日は季節限定クエスト行ってみましょう。ここがね、まだハテナなのよ。確か手持ち花火じゃないかな。まだね、俺シュガーラッシュしか入手できてないので、これは欲しいところ。そしてマント1周年記念のマントだね。これがあと1個シーズンチャレンジをクリアするともらえるので、まあ楽しみだね。とにかくここ行ってみましょう。難しいかな。では行きましょうか。あ、間違った。そうだった、クールダウンないからこのキノコ使うのはちょっと注意して使わなきゃいけないんだったな。まあまあまあ、なんとかなるか。よっしゃ。蜂が出てきてくれれば、結構これ、心強い。おいおいおいって。ちょっと待て。むちゃくちゃ痛かった。やっぱこのレベルの、やけどは痛いね。とんでもねえダメージだ。よしよしよし、オッケーオッケー。まあまあ、これ本気はね、この苦痛の矢が使えるようになってからだもんね。あぶなー。でもまあ、ちょっとは攻撃していかないと、足りないな。足りないね。オッケーオッケー。ここぞという時に、キノコを使っていかなきゃね。おい。クールダウンショット欲しい。痛い痛い痛い、レース痛い。お、まだいたんか。おお、ふとしたところから出てくるからちょっと怖い。ああ、俺貯めたいんだよ、ソウルを。ソウルを貯めたいの。ああ、いった。雷痛いね。雷思った以上に痛い。よし、いきましょう。ここまで雷が痛いか。あ、そうか。ここはリープリーフになるんだね。敵が。こいつが多めに出てきたときは結構やばいから、注意していきましょう。遅い。攻撃が。遅いね。この苦痛の矢のビルドになると、ちょっと、考えるのよね。何をつけるかっていうのちょっと考えちゃう。みんなどんな感じにしてるんだろうね、この靴の矢で行くとき。やっぱり靴の矢2つ入れる？どうなんだろう。1つでいいのかな。これ1つでいいよっていう人もいるんだけど、俺は一応念のためっていう感じで入れてんだよね。でも確かに1個で十分ではあるだろうね。そんな連発して打つことなんてそうそうないから。歩き回ってる間に回復するしね。あ、キャプテンか。取る？おい、よし、取るか。まだいるの？まだいるんだ。もう取ってけ取ってけ。脅威が若干増えるけど大丈夫大丈夫、いけるよ。まだまだまだいんの？え、あと2匹ぐらいいなかった今。なんかひょっこり HP が若干見えたんだけどさ。いたいたいた、やっぱりいた。もう取れ取れ、もうこの際だからさ。いや、すっげえことになってきてる。でも、この苦痛の矢のやつだったら、いけるよ。おい、キャプテン。キャプテン。多すぎない？今回、キャプテン。キャプテン、やたらいるんだけど。もう、すごいことになってる。よし。オッケー。おー、もう来るな、来るな、来るな、来るな。そう、来んなって。ああ、
もう、まあ溜まってるからいいか。ガシガシ行くよ。ガシガシ行こう。おい、気持ちいい。ここまで決まってくれると気持ちがいい。うわ、でもあんまり調子乗って前に進みすぎると光で前が見えないからね、やられちゃうぜ。あー、やばい、ソウルが若干足りなくなってきてる気がする。あー、危ない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 。うわー、ソウルが足らんかも。ちょっとソウルダメが必要になってくるね、これ。ちょっと倒そう。おいおいおい、かってえな、おい。いや、まずここ倒そう。倒せる。あぶねえ、わお。最後強制戦闘あるから1回ぐらいはね残しとかないとまずいぞ。落ちるか、落ちましょう。これが安全だわ。あ、いった。これね、変更ついてないんだよね、これ。とりあえずここはこれで倒して、何体かだけ1体ずつとかそんぐらいやりたいんだよね。よし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 。やーべえな、ソウルがあと1回分ぐらいしかない。ここ、いやいやいや、あそこの後ろ行ったらソウル足りなくて詰むもんね。おい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 、嘘だろ。おいおい、嘘でしょ。もうとんでもない。いやいや、ロイヤルガードやばいって。まあ、できるだけこう重ねて戦おう。いや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 、待て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 。あー、やば、ソウル足りない。まだか、まだなのか。よし、けできるだけ重ねて倒せ、できるだけ。やばいやばいやばい、しゃ、いけ。うん、できるだけ重ねて、なんとか。頼むよ。よし、あと2匹。終わりか、これで。まだ、やばいやばいやばい。よし、あ、まあソウルあるね、大丈夫だ。頑張った甲斐があった。よしよし、いけ、終わり。よっしゃ、クリアです。最後超ギリギリだったな。さあ、それでは何でしょうか、手持ち花火。あ、違った、スイートトゥース。え、違ったな、手持ち花火じゃなかった。おお、久しぶり見たな、凍てつく金属片。久しぶり見た。さあ、スイートトゥースは、え、あ、防具か、これ。防具なんだ。え、アーティファクトのダメージが 50% アップ。で、武器ダメージ 20%。で、コウモリ。あー、はい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 。コウモリね。まあ、エンチャントはちょっと微妙かな。微妙だね。見た目どんな感じだ？おお、わお。で、これに、シュガーをつければいいのね。はいはい。あ、こんな感じになるんだね。マントは？あった！1周年記念マント。若干見えにくい。これが1周年記念マント。まあ、特に、特殊能力みたいなのはついてない。みたいだね。まあ、見た目だな。7個、ミッションをクリアしなきゃいけないんだけども、このアポカリプスで2つ。で、アドベンチャー2つ、デフォルト2つ。
で、1日で6回クリアすることができるので、まあ、まだ取ってないっていう人は、簡単なミッションをクリアして、回数を稼いでみてください。2日でね、入手することができるよ。こんな感じです。はい。ではね、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。